ルカによる政府クイン。その時主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりの全ての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、 収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは、狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も、袋も、履物も持って行くな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まず、 この家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願い平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く,働く者が 補修を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられるなら出されるものを食べ、その町の病院を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。 巨大たちよ。今日は、えー、セルカ、えー、福音社の、祝日です。えー、この、祝日にあたり、教会はこの素晴らしい福音を私たちに与えてくださいます。えー、狼の群れに、そ羊を送り込むようなものです。あなた方、私たち、 クリストーシは、狼の群れに子羊を送り込むようなものです。考えている意味は簡単に言いますが、狼の群れの中に使わされた子羊。<laughs> 食べられるでしょうもう、 十秒で終わり。この子羊は。その通りですね。巨大たちよ。その通り。この子羊はキリストです。この狼の群れは私たち。私たちの家族、私たちの町、私たちの団地、私たちの共同体と言ってもいい。 私たちのグループえ。友達のグループ。友人の団、の、団体。私たちの、えー、親戚。私たち。狼。狼はもう耐えられないでしょ。あの、く、苦腹を感じて、もう本当に、もう、いつもお腹ペコペコと言いましょうか。いつも食べなければならない。ね。 もう、狼はすっごい、えー、激しいでしょすごく激しい。だから、えー、私たちが、えー、あの、今日、毎日、えー、その、私たちの目の前に現れる歴史に、入、えー、るのは、入るのは、やっぱり、えー、小羊のように、 たちよ私たちが狼であると、えー、いうことを認めない限り、そして狼であると相手を傷つけた、相手を <laughs> 食べてしまいました、殺してしまいました、相手の名誉を汚したこと、相手のことを自分を満たすために使ってしまいましたと、 え、いろいろな私たちの罪。お神のような罪。え、いつもこの欲望に、え、もと、づいて考え、動く、行う。その欲望に動かされている私たちが、キリストに愛された。その経験がない限り、なかなか私たちが今日の福音を 果たすことはできない。私たちには果たされない。考えられないことです。それは選挙師。もちろん、いつも宣教師、あるいは人たちのための福音として、えー、聞きましたでしょ。でもそれだけではない。みんな、なんか、んか家庭削除をしたりするとか、えー、旅人のような形で生きることではないでしょ。 毎日毎日、学校行くときには、えー、家事をしたときには、買い物を行ったときには、えー、お母さん通して、お父さん通して、主人通して、奥さん通して、子供通して、もちろん神父通して、けど、えー、キリスト者通して、の生き方はこれです。いつも私たちがキリストを述べ伝えるために使わされているものです。いつも、どこでも、どんな状態にも。でしょ けど、私たちの生き方は、不安の中に生きるようなものである。もうお金なし、机なし、支えるものが一つもない。人間的な理性も使わないというか、計画を立てない。毎日、毎日、その日にそのまま入ります。裸で入ります。 本当に裸、もう自分を守らず。こういうことは、小羊のように、すみません、小羊のようなものです。安全なし、安定なし。狼である私たちの周りの人たちの、その群れ、つまり、 一人一人との関係に送られたものです。子羊のように送られたものです。自分を守らる、自分を守ることはできない。一番弱い人、最後のものとして主人と話す。主人よりずっと下に置かれている奥さんとして話す。行う。態度を通る。<laughs> ひどいでしょ。 噛まれるでしょ <laughs> 食べられるでしょもちろん、殺されるでしょもちろん。けど、クリストは、それを私たちに対してします、してくださいました。クリストが私たちを愛するために、あるいは、私たちに自分の愛を届かせるために、小羊のような形で、私たちに近づかなければならない、狼である私たちに、 近づかなければならなかった。今日もそうです。この前の日曜日でもそうです。ミサの中では、これは神の小羊。その食卓に招かれた者は幸い、その食卓、小羊が見つから自分を私たち一人一人にそのまま与えられ、お神に噛まれられ、おか、お神であるあなた、お神である私に食べられます。 クリスト。リストが私たちの幸福、私たちの乏しさを満たすために自分を与えることが必要だった。最後の一滴の,知の一、知恵の一滴まで。彼がすでに分かった。この世に来られた時にはそれを分かった。ほふられた子羊のように。 私たちを救うために、私たちのために命を捨てました。こういう経験があると、一つのことわかる。教会の中ではね、感謝の祭疑を立てた時には、感謝の祭疑に参加してた時には、御言葉を聞いた時には、兄、ね、弟と一緒に歩む時には、私たちはこれを経験します。で、経験することによって一つのことをわかる。私、 アントネロを救う方法は一つしかありません。私たちのために命をかける。私の罪はクリストまで届かなければならなかった。で、罪がクリストの肉に届くとクリストを殺す。そうでないと私たちの罪が許されません。この経験があるからこそ、 私たちは、クリストの体として、クリストの前に、の先に、使わされる。私たちは、何の心配ない。心配がありません。私たちがただ、狼の群れに、使わされている。小羊のように。主人が私を殺す、殺す。私のことを侮辱する、侮辱する。えク、ー、リストの愛があれば、 クリストの愛があなたを満たせれば、クリストがあなたの中に生きているならば、あなたが震えながら、もちろん震えながら、苦しみながら、悩みながら、痛みながら、命をかける。そしてすぐクリストが来ます。そして天国が、天の国が近づいていると述べ伝え。それです。あなた方において、あなた方のうちに、この 天国が現れるから、その門があなたです。で、クリストがその門を通り、主人、奥さん、子供などに、あなたの後、来ます。そしてその人を救う。その人を許す。その人を復活させます。でもあなたが大切。あなたの二個が大切。クリストの二個ですから。クリストの二個であるから。のですから。わかる それです。選挙はこれです。教会の生き方はこれです。あなたの生き方はこれです。どこにいても、どこに、あの、置かれていても、子羊のように。クリスト者は子羊です。子羊であるクリストのうちに、子羊です。手を広げる。手を広がる。 手を広げる。手を広げる。他の方法はありません。もう、考えては、無駄です。考えても、無駄です。無理、無、無、無駄です。いや、別の方法があるんじゃないかな。ない。ない、兄弟たちは。ない。主人と、いくら話していても、話す前に、あなたは小羊のような態度を取らない限り、 その話は無駄です。説明していても、子供にいろんな説明をしていても、恋人にいろんな説明していても、あの、その親戚に、その兄弟に、無駄です。えー、こ羊のような態度を取りながら説明することができます。どうして愛の説明です。無償の愛。 無限の愛であるクリストがあなたのお家ちに現れすべてを説明する。何の説明神様があなたを愛しています。いやいやでもこれこれ神様があなたを愛しています。だけです。この愛必要ですかこの,愛この愛が必要であればまだ話そう。あなたが多た分これで間違っています。これをした方がいいんじゃないか。そして厳しくも話すことはできる。 お父さんならばね、あるいは、あるいは、え、神父とかね、厳しくことはでき、話すことさえもできます。けど、小羊のようにね、小羊は厳しく話さないわけない。けど、こう、羊が厳しく、時々話すことはできます。けど、すでに、その、態度を取る。ならば、できる。取らないと、その厳しさは、何ともならない。すぐ、テイク。 相手は抵抗します。いやいやいや、いらない。なぜ、あなたは彼と一緒です。彼女と一緒です。だから、クリストが現れない。しかし、あなたの弱さの中にはクリストが現れると、こひつじ、ほに弱い、弱い。あなた、であるあなた、弱いである私にはクリストが現れると、すべてが変わります。だから、出すものがすべて食べます。 良いものも悪いものも、つまり、つまり、罪さえも、え、背負います。その、家族、その、あなたの相手、があなたの前に、あなたが、え、それを食べるための、なんか、悪いもの、つみもんく、ぶじょく、けいべつ、出すならば、それを食べます。出せば、 すべてが、これあなたの報いです <laughs> え。そうです。あなたが、相手の、相手は作った、その食事を食べるならば、あなたが最高です。何でも食べられます。どうしてあなたの、霊的な、えー、意は、強いです。すべて食べられます。すべて消化することはできます。ケベツも これは、クリストと共に生きる人だけです。できる。自由な人、解放された人だけ、そういう風に全てを背負うことができます。でもこれが素晴らしいんじゃないですか天の国の、え、味見です。あなたはこの味見です。あなたの中には、この世と違う考え方、生き方、食べ、あの、話し方。 その全然違う態度。この世と全く違う態度。謙遜な態度。小羊の態度があなたに現れると、あなたが、もう天国に入っている、すでに入っているというしゅ、印です。だから天国に入ったらあなたには乏しいことがない。必要が、必要なものはない。クリストがあなたを見た、そなたを満腹する。わかる。だから、その満腹であるから、 選挙に行きます。その日にちに入ります。キリストと共に、教会の中でキリストを祝う、御言葉の遮議、感謝の遮議など、祝っていただいて、キリストと一体となって、一日一日の実生活に、羊のように入ります。良い日を。